ここは JR 東日本、JR 東海が乗り入れですね、東京駅となっております。一部 JR 西日本の車両なんかも来るのでね、日本の玄関ですよ、ここが。こちらは N700 シュプリーム、やっぱりね、ここに来るとすごいな、ただただ圧巻です。ここに1964年10月にね、ここで一番列車が走ったと思うとね、今やもうこんな N700 系の顔だけになっちゃいましたが、ということでこれからですね、この関東の周辺のね動画が増えると思うんですけど、関東の周辺の動画はですね、今日何日だっけ、4月の2日ですね、4月の2日の、撮ったやつとか4月3日に撮ったやつがいっぱい出てくると思うんで、その辺よろしくお願いいたします。新幹線の方も 1,2,3,4、 そしてここに2本あるから6本、そういうの東海道新幹線だけで6本あるんだ。奥にはもう分からないです、東海道線の方面に行ってたやつだろうってことしか分かりません。本当に全く詳しくないんで、グリーン車がついてるからなんとかラインだろうね。見た感じね、東京駅で主に発着するのは この4本と奥2本がラッシュ時とかにいっぱい出るんだろうね。これが9時48分発のぞみ313号、新大阪行きです。ほとんどここから出るのはのぞみ号ですね。たまに小玉号と光号、名古屋と新大阪方面に行くやつがあるぐらいで、これから多分関東の動画が続くと思うので、その辺よろしくお願いします。お、向こうにはまたまた反対方面に行くやつがやってきた。あれは横浜とかあっち方面に行くやつだね。本当に詳しいわけじゃないから全然全く分からないんだけど、東京駅の赤レンガみたいなやつがあれだね。これがのぞみ光か、光313、分かりません。こうしてみると東京駅ってでっかいなと思いますよね。東京の周辺ってもう全部ビル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 。奥には山手線 E235系、 これしか覚えてません。あれはね、比較的新しい車両で、電子レンジって呼ばれてるんですけども、11両編成で運転してます。名古屋は通過、なんかそういうチャイムだと思ってるんですけど、一番奥ですね、19番線かな、から新幹線が出ます。あれは N700A かな。もちろんここは JR 西日本の車両も来るわけなんですけど、 JR 東海の車両ばっか見てるな、ちょっと分かりませんが、お、奥にやってきたのはまた東北新幹線、東北新幹線3月16日のなんかの影響でこう運転できなくなってるからやばい、大変なんだよね。さて、あちら新幹線発車していきまして、一番前の車両が1号車、新大阪行きです。そうそう、東北新幹線が今あれなんですよね、東北新幹線が運休してるおかげで出入りが少ないですよね、あっちの。
扉が開いた。まあ一回ここ折り返し駅っていうのがあるから一回扉が閉まるんだね。じゃ あ、 向こう側行きたいと思います。販売は戻りません。お食事やお飲み物などはあらかじめホームの前で自動販売機でお買い求めの上ご乗車ください。一番奥にやってきたあちらはまた N700 系の、従来の N700 系に少し改造を加えたものになります。まあ、今東海道新幹線内で走ってるものって4種類ぐらいあって、そのうち1つはまあドクターイエローとかいうね、総合なんとか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 っていうやつなんですけど、今回のね、旅客で乗れるものはこの N700 小さい A と書かれているもの、これが従来の N700 系に改良を加えたものになります。それから、ここに泊まっているね、先ほどね、お見せしたんですけど、N700S シュプリーム。こちらが今最新のものになっています。例えば地震の時とかに蓄電池をね、積んでいるので、最寄りの駅まで走行することができる。そういったね、機能を備えております。そしてこちら側が N700 大きな A と書かれておりますが、ちょっと見えないね。この大きな N700A と書かれている車両、こちらが新しく N700 系の後継機として作られたものになります。まあ、少し改造されたものと一緒なんですけど、新造されてるっていうのがまあ違うといいところになってます。ここには元国鉄の人が映ってます。名前忘れました。一回折り返しのために扉を閉めて、お、今新しく N700S だからこう、ライトがやっぱ違いますね。こっち側のライトと比べたら全然わかるんですけど、こっちの方がやっぱ綺麗。 N700 シュプリームですからね、こんな風になってます。本日はですね、西明石から、のぞみ80号というものに乗ってきてここまでやってきたわけなんですけど、のぞみ80号朝6時に家を出るとですね、東京に8時52分に着くという、素晴らしい新幹線になっております。でまたまたなんか上の東京ラインだったりなんだったりが走ってるんですけど、ちょっとそんなこと言ってたらまた向こうからやってきましたよ。発車より先にあっちの到着が来るようです。新幹線というのはいつ見てもかっこいいもので、それがこの東京となるとね、3分おきにのぞみが出るダイヤを設定しているぐらいですから、まあ、えげつないスピードで新幹線が出入りしていくんですよね。のぞみ12本ダイヤとも言われましたが、こちらは N700 小さな A と書かれて、スモール A ですね、書かれていますので、この小さな A は小玉号ですが、この小さな A は従来の N700 系に改良を加えて、新しく作った N700 の改良版、 N700 大きな A、 メジャー A と、同じ同程度の改良を加えたものになります。まあ車内環境はほぼ同じなんですけどね、ウォシュレットが付いてなかったりとかいろいろあるみたいですよ。あ、列車がやってきたなと思ったらもう発車のチャイムが鳴っております。新幹線が 4本、こことここ4本並んで、さらに奥にも1本の入りますから、そして東京駅に来たら絶対このおじさんを取っとかないといけないんですよ。このおじさんめちゃくちゃ大事です。やっぱこの東京に来た小さな子供の的になるんでしょうかね。ちょっと風強いですけど、さてスモール A、 先ほど入線してきた人が発車していきました。ということで、ね、もうすぐ10分経つのでね、この辺でこの新幹線の東京駅行ってみたという動画が終わりにしたいと思います。 N700 小さな A、 やっぱグリーン車に8号車9号車10号車ってグリーン車なんだけど、3両分もいるかなって感じなんですよね。そんなにお金持ちの人がいっぱい乗ってんのかって感じなんですけど、ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。またまた関東の動画をどんどん上げていくつもりなんで、よろしくお願いします。16両編成やっぱ長いな、 25m×16 だぞ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。あれは京浜東北線じゃないですか。バイバイ。やっぱかっこいいね、N700A。